の台湾に来れなくてすごく寂しくて、やっと台湾に来れました。やっぱり久しぶりに来た台湾は、でもいい意味で変わってなくて、台湾のファンの人もすごいやっぱりあったかくて、一回やっぱりこうタイミングよく痩せれたのがすごく良くて、そこからまあ SNS を見てメーカーさんとかがいっぱい仕事をくれたので、それでもうなんか継続するしかないなみたいな、もっと痩せようみたいなまあそうですね、ちょっとずつ、まあ停滞期とかもあったけど、面白かったことは、私人妻役とかもうずっと、もう若い時から、今29歳なんですけど、もう20代前半とかから人妻役をやってたんですけど、まあ、今になるともう熟女役とかお母さん役とかをするようになって、で、まあ、子供、高校生の子供がいる役とかもやるんですけど、その高校生の役をしてくれる人がもうだから私嬉しいみたいな、まあ、もう頻繁になりますね。なんかいつも今年いっぱいだろうなって思ってここまで来てて、なんかそうですね、今は辞める予定はないです。今やっぱりこの10年やってきて一番仕事もらえてる時だから、もうこのまま私の目標としては、なんか今までそのデビューの時目線しか出たことない企画女優だったから、なんか専属になってみたいなとか、そういうちょっとした目標はあります。